料理でボロが出るヘッポコキングヘイローに対するみんなの反応。ちょっとしたセリフの書き方なんだけど、この一言でキングが普段お月の一月で料理してるんだなってわかるセリフなのいいよね。普通のお米も洗ってないでしょ。むしろこれ普段は全くやってないやつじゃ。そばに付き人いたら無洗米の意味教わるだろ。これ無洗米の意味勘違いして洗ってない米と勘違いしてるから、普通の精米もどういうものかもわかっていないと思われる。キングってガチガチのお嬢様じゃなくない？そんなところまで私に似なくてもいいのよ。キングはガチガチっていうか世間知らずなところをなんだかんだ見れないっていうか見せない一流だよ。自分から世間知らずも遊戯も見せないけど大事な時やボロが出る時に大いに出るタイプ。普段のキングの姿では見れないな、ただご飯のマナーやお嬢様の知識やらやろうと思えば出せるよね。逆もしかりというエピソードだろう。美術品の審美眼もヘッポコなエピソードがあった気がするなキング。少なくともマックイーンよりはエセではなくガチのお嬢様だよキング、そういう風に誇示しないし見せないだけ。なんで私ディスられましたの？目白ですけど。お嬢様というよりはお金持ちの娘だからな。キングちゃんとお嬢様設定やるよ、泥臭いのが表に出るだけで。ただ本人がそれを風格として見せないから一流、だから出るときは大量にボロ出る。大量にボロが出るって競馬コンテンツで聞くと別の意味に聞こえるな。世間知らずよりはお金持ってる母にか保護に育てられたタイプで、名家とか生まれがすごいとかそういうタイプではない、だから微妙にポンコツで一流。育成ストーリーの時点で本気出したら、ぶっちゃけダイヤちゃんや目白やらと大差ないくらいのお嬢様なんだなってなる。お月がいるよりご飯作ってるとこをそもそも見たことないって時点でそれこそ本物のお嬢様だな。つまりキッチンは別で家族でない奴が料理したのを食べてるってわかる一文ではないか？米の炊き方というか米の知識くらい生きてて飯作ってるとこ手伝わなくても、見てや知れる知識だもんな。本気出したらキングはすごいのよ、トレーナーが本当に一流だったんだなっていうシーンでやってること本当に超一流だし。なんか教育してない私が悪いみたいな感じになってないかしら？お米研がずに水だけ入れて美味しくないお米が炊き上がるのは宿泊訓練でよく見かけたな。キングは感性というかセンス面が割と絶望的なだけで知識で勝負できるところは強い、そこだけは本当に一流っていうか本物のお嬢様。ただセンスが絶望的だから高いものを割と見抜けないせいで伊勢に見える。今は市販は無洗米の方が多いから、研ぎすぎるより最低研がずに水入れただけの方がうまいまであるからな、無洗米は一回表面の汚れ流すだけでいい。レース結果もムキになってやる気落とすからな。衣装のデザインセンスはいいだろ。私の娘だから当たり前よ。これほど格付けチェックでちょうどいい人材はいないキングヘイロー。食べ物と飲み物と音楽は必ず当てるが作品系で全て外しなく女キングヘイロー。一流には違いないので正解率は高いけど、本人もたまにヘッポコになるため不正解になる可能性もあり、相方が全問正解でもヘッポコでも美味しい役どころ。同質組でうららちゃんと一緒でもいけるのは強い。卵焼きだって作れるんだから。いいよね土ぼこりにまみれて輝く高飛車のお嬢様。ダメなとこは典型的にダメだけど本質的にはやはりお嬢様だなと思う。ダメなとこが庶民的すら抜け出した何かだから。キングは外さずしっかり理論で言えるところはちゃんと言って外さないけど、外すとこ本気でセンスを信じて外してなんでなのよって叫ぶくらいがちょうどいい。夏合宿で米を一粒一粒丁寧に洗う娘もおりましてな。言われると無洗米ってそう読み取れるな。馬小学校には家庭かなかったんだろうか。名から叱らぬ一面があるという意味ではマックちゃんもそうかな、そうかも。マックイーンは作るよりは食べる専門だろうから、パクパクですわ。まるまるする必要がないって意味の窃盗時で無って他に使わないから、初見でわからないのは仕方がないよ。不洗米ならわかるんだけどね。すごい人の娘であって名家の娘とかではないからお嬢様感はないな。そういえば多くのアニメ視聴者と北さんを虜にしたチア姉ちゃんもキングのデザインだったな。金持ちの家だけどお嬢様じゃないってよく考えるとすごいバランスだな。馬娘がボロを出すって字面があれだな。
ちゃんだってお嬢様ではないけど実家はおそらく金持ちだろうしな。キングあったよ、ママレモン。でかしたわ。やめろー、やめろー、洗剤込めはマジでやる人がいると聞いて戦慄したわ。日本の食器用洗剤は、多少付着したまま食べても大丈夫なようになってる。なので野菜用洗剤としても使える。キングは努力して最終的に美味しいチャーハンを作れるようになるから好き。経験値が足りてないだけで適切に育成すればちゃんとできる子なのよね。これ実話じゃねえか。初っ端のレースの覚えさせ方が致命的すぎましたなぁ。卵焼きだって作れるしも、卵焼きだけめっちゃ練習して作れるようになっている感じあっていいよね。うまく作れるようになるまで絶対に諦めないんだろうな。って。でも、だからといって何でも作れるようになるほど器用ではなさそう。格付けチェックに一般常識問題は出ないから別に関係ないような、外した時のリアクションが面白いという意味では適任だけど。収録前せいちゃんに大丈夫なのキング?って煽られるけど、本番ではバッチリ一流を見せつけて感心されるキング。全部正解か全部大外しかのどっちかしかなさそう感がある。そしてどっちかしかなさすぎて、外してる時もわかってて外してるよねこれ疑惑が。普段の番組とかですっとボケかましてる中、格付けなんかではきっちり全部当てていくみたいなギャップじゃね。帝王とマックイーンは米粒の大きさを均一にしてるだけだから、もてなしの心だから震え声。ライス、そこの3人、そこに直れ、成敗してくれる。これが比較対象だとすると、野外水産で飯盒飯と缶詰がドンと出てくる安心感って確実にあるな。パン派だったのかもしれねえ。答えは A よ、A の方が一流だわ、移す価値なし、なんでよー。キングは当てるけど、うららが外して、最後の最後でうららが正解を言うけどキングが外して消えるのがキング。私見えてないの?って楽しそうにするうららもついてくるハッピーセット。キングアイドルアドマイヤベガ。こういう一面も魅力にしかならないのがキングのすごいところ。キングはなんだかんだ格付け強いと思う。それはそれとして映す価値なしキングも見たい。全問正解するけど一発映す価値なしの問題の見間違うキングが見たい。内釜の5号の線に、米を5号入れるキング。キングの真っ黒焦げチャーハンでいいから食べてみたい。洗っておきなさいよと言いながら自分で洗い、せいちゃんあたりに突っ込まれてほしい。キングのボロを受け止めてあげたい両対応。米は洗うんじゃなく研ぐものだと誰か教えてやれよと、まあ、キングには面白いから教えなくていいけど。しかしだねー、キングに米は研ぐものというと砥石で一粒ずつ研ぎ出す姿が目に浮かぶのだから。この状態から一晩でマヤノも納得するうまいチャーハンを作れるようになるからすごい。11回挑戦すると成功する特殊能力持ちの可能性がある。ダスカは料理できる組なのか、スカーレット一族のお姫様なのに大したもんだぜ。バカね、トレーナーの一番は、私なんだから。シナリオやったのさすがに昔すぎて覚えてないけど、母親が家にあまりいないんで大体のことは自分でできるんだったっけ?独学だとしたらそこもウオッカと対照的なんだな。ウオッカも料理得意組だけど、こっちは自分のことぐらい自分でできなきゃ恥ずかしいから。て母ちゃんに家事みっちり仕込まれた結果みたいだから。何でもかんでも器用にこなせないからこそ、一流としての志を持ち続けられるんだろうな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。